こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はスイスアーミートリプレットのお話をしたいと思います。ちょっと前にあったバケラッタフレーズ、アラヤットフレーズってやつ、これをスイスアーミートリプレットだと思ってましたっていう人がいたんで、あ、いいこと言うなと思って、ちょっとスイスアーミートリプレットとの違いというか、まあ手順自体がちょっと違うんですね。右左だったので、あれはね、とだいぶ違うので、ここの話をしていきたいと思います。まずはですね、基本手順をちゃんと理解しましょう。そしてなぜ高速化するのか。これもアラヨットフレーズと一緒で、めちゃくちゃ高速化できるんですよ。これ理由があります。ジャズでの使用例を2つ、ご用意しましたので練習していきましょう。それでは始めていきます。基本手順はですね、交互ではなくて右右左、要はダブルの合体型なんですよ。なので。こうなるんですね。だから、右手をハイタムでいくと、左手はこうなるわけですね。そうすると、なぜ高速化するというと、これってダブルがこう重なって3連符になってる感じなんですね。なので、こういう3連の頭にアクセントいったフラムアクセントで交互に、これって速くなると結構しんどいんですけど、このスイスアーミーだと、こういうのが、これぐらいの速さで全然できてしまう。しかも単純だからね、やりやすいですね。というわけで、実際の演奏で使うとしたらジャズだと裏拍に持ってった方がいいですね。真ん中には持っていかないんで、これ8分の6で書いたんで、上に3が書いてないんですけど、8分の6で書いたんで、これでまあ1小節だと思っていただければいいと思います。だから4裏から入って1、2、3、4、最後が左左で、まあ、帳尻合わせて当たる。これぐらいの速さで十分使えると思います。裏で行く場合は別にこの帳尻合わせなくていいので、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、フォー、という感じで、といった具合に使えると思うんですね。やってみてください。表拍からももちろん使えますね。なので、こういう感じですね。シンコペーションするのって4表で止まった方がやりやすいです。といった具合に、表からやるとちょっとガットっぽい感じに聞こえて、裏からやると仮歌とかウェックルみたいな感じがするかなって感じがしますね。ダブルストロークできる人はすぐ習得できるので、ぜひやっていただければと思います。というわけで本日は以上になります。今日もご視聴最後までありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。
ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。